今日2月3日は節分です。節分の日には年齢または数え年の数だけ大豆を食べたり恵方巻きを食べたりするのが縁起のいい行いとされ、年中行事の一つともなっています。さらに地域によってはその他にさまざまな食べ物が節分に食べると縁起が良いとされているようです。どの食べ物があるのか見ていきましょう。まずは焼いかがしです。これは焼いたイワシの頭をヒイラギの枝に刺し門口に掲げる風習です。全国的に行われています。焼いかがしは焼きかがしの意味で、イワシの頭を呪物とした魔除けとされています。イワシを焼いた時に出る臭気によって邪気の侵入を防ぐ呪法です。イワシの代わりに匂いが強いニンニクやネギを使う地方もあります。またヒイラギの葉にあるトゲが鬼の目を刺すと言われ、どちらも鬼が嫌がるものとされています。そして飲み物では福茶があります。鬼打ち豆と梅干しを入れたお茶を飲むと災厄から逃れられるという風習で、年取り豆を食べるのと同じ御利益があるとされています。お年寄りが年齢の数だけの豆を食べるのは大変ですから、実年齢または数え年分の数の豆に熱いお茶を注いで飲むことを福茶と呼ぶ地域もあります。節分にそばを食べる地域も多いそうです。大阪では古くから節分に芸人さんたちが名をあげるの語呂合わせで、菜の花と油揚げが入ったそばを縁起物として食べたことにあやかり、節分出世そばと称して食べる風習もあります。福豆と恵方巻きばかりではない、節分のさまざまな縁起物とされる食べ物をいただいてみてはいかがでしょうか。今回ご紹介したトピックスはお天気アプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルから見ることができます。ぜひご覧ください。